雇用促進住宅とは、かつて雇用保険事業の一つであった、雇用福祉事業により整備された勤労者向けの住宅、移転就職者予宿者とも呼ばれる。管理、運営は、独立行政法人高齢、障害、求職者雇用支援機構であるが、財団法人雇用振興協会に委託していた。国の方針により2021年度までに上渡廃止することが決定された。 ソフトバンクグループ参加の米国投資会社フォードレス、インベストメントグループに売却され、低価格賃貸住宅、ビレッジハウスとして運営されている。雇用促進住宅は、外観上は、鉄筋コンクリート製のアパートであることが多い。ただし、名称は、雇用促進住宅宿舎あるいは、参考ポラスと表記されている。 間取りは 2K から 3DK まであり、主な間取りも公開されている。2016年8月末時点では、全国2532宿舎、3838 38棟、141722個が存在していた。平均家賃は約25000円である。独立行政法人雇用、能力開発機構の前身である、特殊法人の雇用促進事業団は、 労働者の技能習得、技能向上、雇用促進、福祉増進、就職援助、経済発展を目的として、1961年に設立された。雇用促進事業団は、それまで労働福祉事業団が設置、運営していた職業訓練施設を引き継ぐとともに、1959年に設立されていた単行離職者援護会の事業を引き継いでいた。 2011年10月1日、独立行政法人雇用、能力開発機構の解散により、事業は、高齢、障害、求職者雇用支援機構に引き継がれた。雇用促進事業団法第19条第4号において、広域職業紹介活動に係る公共職業安定所の紹介により就職する者の,のための宿舎の設置及び運営を行うこと、と規定されていたことから、 雇用促進事業団は移転就職者養殖者の建設を開始したが、設置当時は炭鉱の合理化により大勢の離職者が発生し、炭鉱の閉山により移転を余儀なくされた雇用者に当面の居住の地を提供する役割を果たしていた。その後、炭鉱だけではなく、造船業界をはじめとする構造不況業種からの移転就職者のための役割も持っていた。 雇用促進住宅の目的は、移転就職者が住居を確保できるまでの間、暫定的に低家賃で住宅を対応することであるが、九百七十三年十月からは、移転就職者に準ずるものにまで入居対象が拡大された結果、移転就職者の入居割合は、九百七十五年度末の八十九パーセントをピークに、九百八十一年度末では三十二パーセントまで、 低下した。さらに2003年度には、その他職業の安定を図るため住宅の確保を図ることが必要であるとされたものも対象者に加えられた。2008年時点では、以上の3要件が入居要件として公表されていた。入居手続きは公共職業安定所で行い、入居期限は2年間である。契約期間満了により契約更新されることなく、 終了するので、入居者は、契約期間満了時に住宅を返還しなければならず、期限が近づけば、退居勧告が届いた。しかし運営する雇用振興協会は、応募状況等を勘案して、再契約することがあるとしていた。そのため実際には2年の期限を過ぎても入居している、ものもおり、2年以上の長期入居者は、1981年度末で67%であった。 2005年には公務員の無資格入居の問題が表面化した。雇用保険を払っていない公務員には入居資格がないが、雇用能力開発機構が空き室対策として雇用保険非保険者等の利用に支障がない範囲で認めてきたため、2006年度末には302個、2007年度末で124個の公務員入居が明らかになった。 2017年改正前の雇用保険法では、第64条に雇用福祉事業が規定されており、政府は就職に伴いその住居を移転する者の,のための宿舎を設置し、及び運営することを行うことができるとされていた。しかし、雇用保険法等の一部を改正する法律により、雇用保険法第64条は廃止され、改正後の雇用保険法第3条では、 雇用保険は第一条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。とされた。特殊法人統制理法理科計画により、現に入居者がいることを踏まえた、早期廃止のための方策を検討し、できるだけ早期に廃止することとされた。規制改革、民間解放の推進に関する第二次答申。 および、閣議決定において、できるだけ早期に事業を廃止するように2016年度中に検討を行い、必要な対応を図ることとされた。厚生労働省による、独立行政法人雇用、能力開発機構中期目標では、中期目標期間の最終年度までに、おおむね3分の1の住宅を上渡廃止するおよび、中期目標期間の最終年度までに全住宅の2分の、 日を廃止決定するとされた。規制改革推進のための参加年計画及び独立行政法人整理合理化計画において、令和3年度までに雇用促進住宅の譲渡等を完了させることとされた。これにより、地方公共団体及び民間への売却が進められた。雇用促進住宅に多くの雇用保険が投入されたことに対し、マスコミ等は 批判を行った。例えば、日本テレビは、雇用促進住宅の廃止が決まってから2008年までに1400億円以上の施設修繕費が使われていると報じた。雇用、能力開発機構の廃止についてにおいて、独立行政法人雇用、能力開発機構は廃止し、職業能力開発業務は、独立行政法人高齢、障害者雇用支援機構に移管。 その他の業務は廃止または独立行政法人勤労者退職金共済機構等へ移管することが明記された。その中で雇用促進住宅に係る業務については民間等への譲渡廃止をするまでの間暫定的に関連する独立行政法人に移管するとされた。2008年末の不況に伴い、 派遣切りで社員料等の退去を余儀なくされた労働者への対策として厚生労働省は2008年12月15日より公共職業安定所において住宅確保の相談支援を開始した支援内容の一つとしてまだ廃止決定されていない雇用促進住宅への入居を圧旋するさらに2009年3月30日には独立行政法人雇用 能力開発機構の中期目標、中期目標期間の最終年度までに、おおむね3分の1の住宅を上と廃止するを変更し、すでに廃止決定された、雇用促進住宅も活用することを発表した。2016年5月31日西部6区27府県の626箇所百6 3 8棟を、最低価格348億円。 東ブロックは20都道県の522箇所1271棟を最低価格292億円で競争入札が行われた。10月12日西日本と東日本の2ブロックに分けた大規模一括売却の改札が行われ、西ブロックに一社の大札があり、ソフトバンク参加のフォートレスインベストメントグループの 熱海合同会社が366億2200万円で落札。東ブロックには応札がなかった。2017年3月30日、東ブロックについて最低価格248億2482万6000円にて再入札が行われた。6月26日に改札が行われ一社の応札があり、 フォートレスインベストメントグループの東日本民間、賃貸サービス合同会社が248億2482万6000円で落札した。2016年12月21日にソフトバンクグループはビレッジハウスマネジメント株式会社を設立、取得した雇用促進住宅を低価格賃貸住宅、ビレッジハウスとして入居者の募集を開始した。ありがとうございます。